思えないほど外が寒いですね。お久しぶりです。全チピート6305歳です。はい、もう皆さん気づいているかと思われますが、 Windows 10が届いたので YMM4 を導入しました。といっても初めて使うのでまだ慣れないところもありますので、温かな目で見守ってくれると嬉しいです。では早速今回の本題に行きましょう。今回は新ゲーム企画、全部グラフィックが紙の絵で描かれたゲームを作る企画をやります。はい、まあ簡単に言うと実際に紙に描いたよ。ゲームのグラフィックとして使うゲームを作ろうということです。それでは久々ですが作っていきます。まずはプレイヤーグラフィックスから描いていきましょう。とりあえずグラフィックを描く紙はできるだけ真っ白で綺麗なものにしましょう。紙が見つかったら画像のように正面、横、後ろのグラフィックを描きましょう。次のページにはキャラクターが歩くグラフィックを描きましょう。これを繰り返してグラフィックを描いていきます。全部描けたら写真を撮ってスマホの背景透明化アプリで透過しましょう。アプリを開いて写真を読み込むを押します。今さっき描いた絵を選択してどのグラフィックを使うか設定します。できたら完了を押します。次は透過したいところを選択し透過します。自動を選択して周りの白いところを透過します。これも同様透過を繰り返します。全部透過できたらパソコンにデータを送りましょう。データを送信したら先に RPG スクールを開いておきましょう。ファイルを押して新規プロジェクトを作成します。今回は紙に絵を描いたグラフィックのゲームなのでタイトルはこんな感じにしてみました。 OK を押したらこんな画面になります。それでは今さっきのパソコンに送った画像データをキャラグラフィックに取り込みましょう。まずは Windows でファイルを新規作成しましょう。作成したファイルに送った画像をとりあえず置いておきましょう。画像サイズが大きいので少し小さくしましょう。とりあえずサイズは 20×20 にしてみましょう。ではこれを繰り返していきましょう。終わったら次にスクールで作成したプロジェクトファイルのフェイス画像を選択して編集します。とりあえず全選択して削除してから画像のキャラクターを貼り付けてみました。保存して白背景を透過しましょう。そして本題のキャラグラフィックを作ります。画像はキャラクターズファイルに入ってます。貼り付けて位置とサイズを設定します。貼り付けた画像がわかりやすくなるように後ろのキャラチップの不透明度を23にします。やはり少し画像が大きいのでバイリニアにしてサイズを変更します。小さくしたら位置に合わせて真ん中に置きましょう。これを繰り返して全方向の画像を貼り付けましょう。あとは歩いている時の画像もうまく調節して貼り付けましょう。キャラチップができたら一旦後ろの画像は削除します。できたら透過して保存しましょう。ではキャラチップができたのでテストプレイしておかしなところがあれば修正しましょう。RPG スクールの画面に戻って歯車マークを開きます。顔と歩行キャラを今さっき作った画像のものにしましょう。戦闘キャラは画像なしでいいです。あとはキャラクターの設定をしましょう。とりあえず主人公4人もいらないので最大数を1にします。職業もいらないので全部クリアにしましょう。あとはキャラクターに説明と名前を付けてあげましょう。それでは一通りできたところでテストプレイしてみましょう。とりあえずこの3つの歩行グラフィックを絵とした後で置き換えます。こんな感じ。あとちょっと気になってた真ん中のグラフィックも修正しましょう。とりあえず隣のグラフィックを使って修正してみました。まあ前のグラフィックは僕になったんですけど。それではまたテストプレイしてみましょう。正面を歩くグラフィックがまだ少し違和感があるので最後に少し修正してきます。はい、もうほとんど前のグラフィックとは別のグラフィックになってしまいました。でもこれで足や頭が変な傾き方をしないで歩いてくれると思います。それではレッツプレイ。お、ちゃんと歩いているような感じになりましたね。少し横に反復ゲフンゲフンずらしてるのもグラフィックが歩いているように見えていい感じになります。とりあえずこんな感じです。結構何回か修正しましたがちゃんと動いていて